皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。ガイアの夜明け、変わる夏旅、地元でおもてなしということで、高知県四万十町のですね、お遍路の一つの岩本寺というんですかね、えー、ここが面白い取り組みをしているということで、番組の内容を簡単に紹介していきたいと思います。えーまあ、お遍路の一つで1300年の歴史を誇る寺なのにですね、えー、ポップなイラストを描いたりですね、 サウナ付きの客室を作ったり、キャンプ場を敷地内に設置したりとかですね、まあ、和菓子や味噌作り体験をする、まあ、非常に面白い、えー、取り組みをしているお寺があるということなんですね。これ非常に素晴らしいですよね。でまあ、そもそものきっかけは、まあ、コロナで観光客が激減と、えー、高知県の四万十町といえばあの、沈下橋というですねあの柵のない面白い橋がすごい綺麗な四万十川のところにあの柵のない え、橋がかかってて有名なところ。まあ、非常に遠いんですよね。私も一度行ったことありますけど、めちゃめちゃ、まあ、そもそも高知が遠いのに、島とはさらに遠いわけで、まあ、とはいえね、そのお遍路だったらそこを回るわけです。そのね、岩本寺とこっていうところに行くんでしょうけれども、まあ、なかなかコロナで観光客も激減と、で、人口は最盛期の4割ということで、えー、その1300年の歴史ともあるお寺でもですね、そういう面白い取り組みしたり、でも、なんかお寺の敷地、 市内にサウナ付き客室があってしかもお遍路のついでに泊まれるとかキャンプ場があるとかだったらなんかちょっと泊まってみたいとか行ってみたいですよね非常にね素晴らしい取り組みだと思うんですけれどもにもかかわらずですねこの番組なぜかですねこんなに素晴らしい取り組みをやっているところにフォーカスせずなぜかその一回加入のマルシェのなんかピザを作る話ばっかりに集中して。 いや、そのピザの話はどうでもいいんじゃないっていう、そのピザ作、いや、その、四万十川のピザがあるから食べに行こうっていうよりも、そのなんか、なんかね、その、あゆのお茶漬けがあるとか、そっちの、別に、ピザは別に大した話じゃない。なぜかそっちの話に集中してしまうという、ちょっともったいない番組の作りだな、ということで、えー、非常にね、素晴らしい取り組みで、いや高知県の四万十、 あの、私も一度しか、ちらっとしか本当に行ったことないので、ちょっと機会があったらね、ちょっと行ってみたいなと、まあ素晴らしい取り組みをしてるんじゃないかなというふうに思います。